武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、では、続いて、世界史の勉強について話していきたいと思います。世界史が、同じく配点40点、時間60分で、大問が5題出題されております。でこちらに関しては世界史は論述が、出ております。で、論述が大体250字から300字程度の論述、する形となっています。で大問5題の中で1題がその論述、4題が、まあ、選択や記述、あ、選択ですね、選択形式の問題、という形になっています。記述はその、論述のところ、のみですね、基本的に。はい。で、聞いてくる知識に関しては日本史と比べれば割と教科書レベル、基礎知識の、内容が多くはなっています。とはいえもちろんその聞かれ方的にちょっと、深いところまで聞いてくる、紛らわしい部分とかをついてくるというところはあるので、まあ、教科書などの読み込みなり、年代など、の、出来事の整理だったり、まあ、縦と横、それぞれの知識の、整理、まあ、縦の列でも整理して横の列でも整理してっていう形ですね。なので全体像をちゃんと、把握できているかどうかっていうことを、意識してやったことが、重要となります。で、論述の問題に関してはワード数が割とまあ、300字程度書かなきゃいけないので、まあ、その国立並み の長さとはなってますけれども、ただその与えられるテーマに関しては割と重要どころなので、あの論述の参考書やってれば、まあ、同じ問題が出なかったとしても割と触れたことがあったり、そのある程度その書いたことがあるようなテーマと同程度の重要度というか、あの知識が、入っている可能性が高い問題ではあるとは思います。なので、まあ、論述の対策をちゃんとやって、まあ、早稲田レベルの問題になるときは十分対応できます。あとは結局その60分の間に大問、5つ論述込みの、ものでしっかり終わるかどうかという、まあ、スピード意識した学習を、するように心がけてください。